渡辺隆氏は日本の実業家。物流、運輸業を営むアがりエグループの代表取締役社長。アがりエ分輸の創業者である渡辺喜八郎の息子であり、慶応義塾大学卒業後に同社に入社。後に経営の後を継いだ。競争場の場所としても知られる。東京都出身。場種資格取得は1979年。投稿の冠無名で知られた父。 木八郎と親子2代の場所であり、かつては余欠場を木八郎、動きが良い馬をかしが所有するという形態が取られていた。馬の決闘票やファミリーテーブル、セールの名簿を眺めることが趣味であるといい、決闘に造形が深い。所有馬はいずれも自身が考案した配合によって生まれたもので、事実上のオーナーブリーダーである。 特に日仏で活躍したエルコンドルパサーがよく知られ、クロスが幾重にもかけられたその配合は、アメリカの競馬誌、デイリーレーシングフォームにおいて、フェデリコ・テシオ、マルセル・ブサックに続く、比類なき配合によって、エルコンドルパサーは、非常に重要な守護馬となるだろうと高い評価を受けた。我々は常に挑戦者でありたいと語り、所有馬の海外挑戦に、積極的な姿勢を表明している。 1999年のエルコンドルパサーのフランス遠征に続き、2003年には寿司トレインのアメリカ遠征を計画した。ただし寿司トレインの遠征は最終的に取りやめている。勝負服については、かつては黄、青一本輪、赤袖という配色であったが、現在は青、白出すきを使用している。ッコ内は当該場の優勝重賞競争。 フトジは GIQ 競争。慶応大学時代にサッカー部に所属しており、場名の多くはサッカー経験に層を得たものとなっている。オフサイドトラップはサッカーの戦術、エルコンドルパサーはペリューの民謡、コンドルは飛んでいくのことで、かつてペリューに住んでいたサッカー部の先輩からの発想、半袖バンドは日本代表にも選出された元プロサッカー選手。 ハリトリュージに由来する。政治家の中川昭一とは、互いの娘が同級生という縁から私的に信仰があった。中川が小渕内閣で農水省を務めていた、当時の1998年8月、オフサイドトラップが農林水産大臣賞店の新潟記念を買った際にその旨を中川に伝えたところ、僕はジャパンカップの表彰式に行くことになっていると聞かされ、 これが同競争へエルコンドルパサーが出走する選択理由の一つになったという。ジャパンカップも農林水産大臣賞点であり、渡辺は中川から優勝トロフィーを授与された。ありがとうございます。